30秒でわかる8月19日巨人戦試合結果。大山さーんお帰りー。阪神のスタメンオーダー。あとは近本様だけだぜ。巨人のオーダー。山崎投手には前回やられているぜ。今日は西投手、山崎投手ともに好調で試合が動かない。まあ阪神はいつものごとくでチャンスで打てないだけだぜ。試合が動いたのは7回、ノーアウト2塁から。サトテル選手タイムリーで阪神が先制。サトテルさーん。8回表にもサトテルさんがさらにタイムリー等で3点追加。サトテルさーん最高やー。西さんも相も変わらずニヤニヤしながら粘って完封。いやらしいことこの上ない。以上、那須の野球やらチャンネルでした。